いやあの酒がなくても別に天使またか。誰誰誰ですか。電話鳴ってました。誰ですか。何ですか。何ですか。はいはい。はいはい、もしもし。え、もしもし。はいはい。ね、松浦でーす。もしもし。はい、あのすいません。名前言ってください。あれ聞こえない？どうも高田久美でーす。イエーイ。35周年おめでとうございます。あざす。高田。すごいね。高田。はい。なんで来てないの、はい、今日。なんで電話なの。あの今までちょっとファンクラブの方のちょっと配信がございまして、ちょっとすいません今終わりました。なるほど。で、はい、まあこうやって YouTube やってるということで電話をくれたという。いやもうね、せっかくなんでちょっとお祝いのお電話を。なるほど、ありがとうございます。はい、小田さん、高田とはちょっと会ってないですか、しばらくは。うん、最近会ったらいつですか。最近いつですかね。なんか会社のエレベーターとかで会ったような記憶しかないな、うん、そうですね、うん、ライブもだいぶ前に、多分コロナの前、コロナになるような前に来ていただいたりして。お前限らず誰のライブも行ってないから、ほとんど俺そうですね、うん、いや35周年なんですけど、高田はデビューして何年でしたっけ。23年目になります。23年目。はい、そうなんですよ。だってこの子17歳だったもん、まだ。そうですね、歌うまいけどどうかなって思って一回落とそうとしたんだけど話したら面白いから合格にしたんだいやそうなんです、面白いことを理由にちょっとあの合格にしていただいたということで、ちょっとやっぱり両方歌と喋りと両方未だに頑張っている状態なんですけども。なるほどなるほど。そうなんですよ。あの高田さん、松浦さんに一番最初に会った時のことって覚えてる？一番最初にお会いしたのが多分16とかの時に、オーディションの時にお会いして、はいはい、うん、なんかすごいあのあれでしたよ、あの、うん、あのなんていうんですかね、うん、こう物静かな、え、もうき、もう目もなんかこう、もうなんかあのスッとしてるじゃないですか。目もスッとしてる。なんでちょっと怒ったはんのかなっていうような感じ。はいはい。なんでなんかあんまり話しかけれなかった記憶がありますよ。え、でもさ、いわゆるその APEX のアーティストの中では、はい、まあまあその松浦さんに心開いてるベスト3ぐらいには入るぐらい、まあ、仲いいじゃないですか。まあね、まあいろいろあるんですよ。まあ仲がいいっていうか、妹もいたからね。ああそっか。でもね、でもいまだにですよ、はい、未だにあのやっぱりね、お会いして話す時なんかこう何ていうの、胃が震えるんですよ。いやいやいや、俺もお前と会うと話が長くなりそうで嫌だなっていつも思うんだよひどい。だって久しぶりになかなか会えへん、レアキャラなんで松浦さんはうんうん、うん、え、そのさ、あの胃が震えるってどういう意味。なんか緊張して、緊張するの、なんて言うんでしょうね、いつも通りの喋りに運べないと言いますか。全然いつも通り喋ってるよ。いやいや、それ怖いってこと。また怖いかい、また怖い。怖いっていうか、うん、一番初めてコンサート来ていただいた時に、うんうん、あの当時ベルファーレなんですけど、はいはい、来ていただいた時に、うん、あのまあ、私はこう一生懸命頑張って帰ってきたんで、感無量で帰ってきたわけですよ、はいはいはい、で松浦さんにどうでしたかって言って泣きながら、泣いた、今日ありがとうございました、どうでしたかって聞いたら、 おめえのライブつまんねえんだよって言うんですよ言いそう、言いそう、その時にもうブワー泣いて、悔しすぎて、はいはい、でもやっぱあの一言があったから、今一生懸命コンサートをどうしたらお客さんが喜んでくれるんだろうっていう、あ、考えるようになったと。考えるようになったんです。だからやっぱり、あ、なんか私のこう人生のというか音楽人生の分岐点になんかポロッと一言、もう当時からなんかこう言ってくれてきてたと言いますか。え、なんでその笑ってんの。いや、笑ってない笑ってない、ちゃんと聞いてるよ。ほんま？今なんかあの外の人が笑ってるだけで、俺ら全然笑ってない、めっちゃ真剣に聞いてるよいや、あの映像見てますけどめっちゃ笑ってましたけど。ずれてんじゃん。誰が？タイムラグじゃん。あ、タイムラグじゃん、全然笑ってない。あ、タイムラグしてんのか。あ、そういうことか。めっちゃ真剣に聞いてるよ。
あ、ほんま、うん、いや急に陽介さんなんか寝てるみたいになってますし今。いや寝てないからちゃんと聞いてるんです。聞いてんねん。あ、聞いてんの？聞いてる聞いてる。そうなんですよ。だから私からするとやっぱ尊敬する人なんで。なるほど。だから YouTube で見てる、だから松浦さんちょっと別人みたいな感じなんですよ私。それこうだこうだ、はい、どの YouTube 見たん？いろいろちょこちょこ見させていただいてますけど。酔っ払ってるから、ね、酔っ払ってる時のね。そうね。あ、で私酔っ払ってる時電話かかってきても電話出えへんし。そうなんですよ。なるほど。でね、こうだ、めっちゃ、うん、もっと喋りたいと思うねんけど、え、ちょっとお払い箱、え、違う、お払い箱違う、次のゲストの人が待ってるらしくて。あ、なるほどなるほど。いや、こうださ、まあ、うん、ABEX 35周年ということで、はい、松浦雅人に最後ちょっと一言なんか声かけてもらえますか？いや、もうこれからもですね、はい、まあやっぱり ABEX を作った音楽の最先端を持ってきた人なので、はい、これからも私たちを引っ張っていくような人柄でいていただきたいですし、うん、尊敬し続けてますんで、これからもどうぞよろしくお願いいたします。なるほど。でね、幸田さん、さっきダイスのメンバー来てくれてて。あ、本当ですか？うん、ダイスのメンバーはとにかく松田さん一回僕らのコンサート来てくださいよという要望があったんですけど、はいはいはい、個人的なお願いがあったら何かお願いしてもらってもいいですよ。今度ハワイ行く時家貸してほしいなって年内いっぱいです。一回もまで行ったことないんで、一度開けたら、ね、ぜひ、うん、基本的に年内予約いっぱいらしいんですが、空いてたら貸してあげるよってことです。ありがとうございます。はい、今度ありがとうね。そうです、そうです、はい、まさか、はい、今日はありがとうございました。まさか、おめでとうございました。はい、どうも、失礼します。はい、はい、ABEX 35周年、あゆ25周年おめでとうございます。ゆったり生活素敵ですよね。楽しい笑顔が見られて嬉しいです。ですが会長はいつもギラギラしててほしい。これからも応援しております。お体大切にということで、酒焼けコミタンさんからいただいてますが、これちょっと難しいところですよね。そうなんです、バランスの問題なんで。ギラギラとゆったりとね。ギラギラはもうしなくていいと思うんだよね。でもそうするとなんか、はいはい、なんかちょっと年取ったとかつまんなくなったとかね、うん、たとか丸くなったとか言われるんだけど、はい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 、それが丸くなったとかっていうのが悪いことのようにね、はいはい、感じてたけど、なんか最近もうこれでいいんじゃないって納得してきたんで、はいはい、まあもうこのままで、できればこのままでいたいんで、だってコンフォータブルカンファタブルね。あ、そう、それカンファタブルね。カンファタブル、カンファタブル、カンファタブル、カンファタブル。いや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 。だから、ありがとうございます。それがマインドだよね。いや、マインドね。だからそれがさ、うん、なくなっちゃっててずっと、はいはい。とにかく酒飲むみたいな。はいはいはい。全部忘れたいみたいな。みたいなね。本当に全部忘れてたからね。でも逆にもうこうなったらもうこれでいいんじゃねえのっていう心境に。なってるんだけど、はいはい、東京にいるとこの空気っていうか、もう目に見えないものが染めるんだよ、東京の色に、はいはい、自分で言う言葉じゃないけど、はいはいはい、だったはずのものがどんどん、汚れていく。それ嫌でじゃないですか。で忘れちゃうんだよ。あ、はいはい、で今回何週目か分かんないけど、はいはい、本当に同じことでみんな4週目ぐらい、俺も自分で4週目ぐらいでみんな言うんだよ、はい、俺何か言ったかな、でもさ4週目ぐらいな感じだとちょうど、はいはいはい、でまたその何だろう、ABEX 作った時の感じに戻ってきてるわけだから、もしもなんかそのまたね、はい、この街の色に染まった時にはどうすればいいのかだけは覚えておこうと思って今回、はいはい、それはなんとなく分かった。でも3週4週目でやっと分かったんで、分かったって言ったってさ、分かんない、この街に染まったらまた明日から飲んでくれてデレデレになるかどうか分からないけど、はいはいはい、まあ、もうあそこには行きたくないね。行きたくない、行きたくないです。こっちの方がいいもんだって。じゃあそうなりかけたらまたじゃあどっか海外かなんか行って。そうだね。なるほど。